いくよ。はいよ。オープン。あれ？生だ。火ついてるから。火つけなさい。ではオープンします。オープン。せーの、オープン。うわ、もういいか。うわ、めっちゃ美味しそう。美味しそう。いただきます。いただきます。うん。美味しい？でシャキシャキって言ってる。うん、うわー、見て飯テロ。正解。困ってますみんな、熱すぎて。やばい、美味しすぎ。パカ。なんかさ、久しぶりじゃないこれやるの。うん。付き合う前のさ、初めてくらいのさ、うん、デートの時もやったよね。な、お家でな。うん。でもさ、あの時めっちゃ緊張してたよね。キミさんはもともと人見知りやしな、あんま喋らなかった。全然喋れへんかったもんな最初。でもさ、キミさん的にはめちゃめちゃ話しやすかった。何話したっけ、何で上手だったの。上手だった。うん、基本初めての人と話すときはその日中に心の扉は開かないタイプなので、ひどいと数年かかるのそれはめちゃめちゃ気持ちわかるで。大学2年生の時まで俺も人見知りで、特に、特にでも女の子と話すのが超苦手で。そうなの。うん、ほんま苦手で。こんな風に見えないけどね。何話してるかわからなくてね。女の子に異性として見てもらうってことがほんまにできんかったずっと。だから俺よく女の子に言われたのは、いい人なんだけどねって俺要はそれで振られてたわ、高校の時とかも。だからちゃんとした恋愛向きのコミュニケーションっていうのができなかったよね、うん、それがめちゃめちゃコンプレックスやって、なんとかそこ変えたいなと思って、大学生の時にめちゃめちゃ会話について勉強する時期やったんやって。すごっ。勉強して Twitter でいろんな人と会って喋った、うん、めっちゃ初耳なんだけど。え、どういうこと、知らない人と会ってってこと。そう、Twitter DM 送って。ナンパってこと。うん、ナンパに近い、ね、男女関係なく100人にな、うん、2、3人ぐらいな、あの会って話しましょうって言ったら、いいですよって言ってくれる人いんの、いるんな。その辺のカフェって喋ってた。でもそっからね、いろいろ特訓して、あ、こうやって話したら人って自分のこと好きになってくれんねんなみたいなが分かった、ある程度ね。別にイケメンじゃなくてもモテる人っているやんか、うん、全然、うん、この人らの特徴、これ知ってるだけでほんまに変わるで。うん、たぶん教えてほしい。ほんま女性でもいける。できる、誰でもできる。女の子なんか超モテると思う。ぎょい。意識することって2つかな。まず1個目に絶対意識しなあかんのが、目の前の相手いるやん、うん、その人を超理解してあげる。超、うん、何言ってんねんと思うの、うん、今日はもう俺宇宙一ユミタの理解者になったろうっていう、うん、その姿勢でまず入っていくよ会話に。これがめっちゃ大事。初めてなのに。じゃあどうやったら理解者になれるのかっていうな、そこで意識しとけばいいのが、とにかく相手を褒めてあげること。すごいねとか素敵だねとか、もうこんなん褒めるできる、褒める誰でもできるやん。とにかくそう、相手のことをまず褒めてあげることと、うん、ほんで相手の話してることを全部共感してあげること。いい。ほんで最後3つ目は、大きないいリアクションをしてあげること、うん、これな、会話な3つできたらな、相手からしたらな、めっちゃこの人私のことを理解してくれるようになるから。特に男子ってさ、ちょっとカッコつけようとしてさ、女の子の話さ上からアドバイスしたりさ、いる。ちょっとなんか嫌でもとか、なんか否定から入るやつとかさ、うん、あ、自慢してくる人とか、そういうのって基本的にモテへんな。話しててしんどいし楽しくないな。みんなそうやねんけど、人間って全員自分の話聞いてほしい生き物やねん。目の前の人も自分の話聞いてほしい人やから、じゃあ俺今日めっちゃ聞いてあげようっていうモードになったら、え、こんな話聞いてくる人いんねやって、まずそこですごい好感度がバック上がりするよな。このラブじゃないけどライクやなって思うよね。確かによく言われるのは、でも、え、でもそんなん興味ないやんみたいな。あ、そう、それ思った。ちょっとなんかさ、共感とかさ、うん、褒めるって言われてもさ、うん、初めて会った人にさ、うん、そこまで興味ないし、まず褒め方がわかんない、うん、基本でもそうやねん。みんなな、ほんな初対面の人って興味ないんだよ。でもそこはグッと抑えて、今日は目の前の人が自分のことを好きになってもらうために自分は頑張るっていう意識やな。ディズニーのキャストになった方がいい、心は。ディズニーのキャストさんがさ、正直な対応してたらさ、みんな嫌やん。だる、仕事だるとか言いながら働いてたら、来てくれてありがとうってもう全力でおもてなししてくれやん、ディズニーキャストって。これがまずね、大事やね。もう基本の考え。でも実際会話って続かなくねって。確かに。だからやっぱ会話続かへんなって悩んでる人って勘違いしてんねんけど、自分がやっぱり話さなあかんと思ってる。
なんか初めての人と二人とかになると、何話したらいいんだろう、何聞いたらいいんだろう、もうやだ帰りたいってなる。そうやね。もうそれ解決は簡単やけど、基本的に自分の話はもうほとんどせんでいいね。割合的には自分2割、相手8割ぐらい。とにかくもう相手に質問をして、自分はそれに対して褒める、共感、いいリアクションを取り続けるっていうのを繰り返すね。じゃあどんな質問するのかってことやけど、 5W2H でとにかく質問いっぱいしてあげる。5だから、 5? 何を言うてんの、いけみたいな。違う。 Who, When, Which, What, Why。 2H は分かった、ホット。ちゃう、ハッピー。ちゃう、じゃあもう How, How much な。それあれじゃん、 5W じゃん。言ってるやん、 5W2H。 遅いな、フラグ回収。これしとくだけで会話ってほんま基本途切れへんからな。でも難しい、なんか頭の中で考えながら。そんな頭使うんでいいね。ゆみたんの好きな趣味は何ですか。最近はお花です。すごいなんか素敵な趣味やねって。まずここは褒めよう。いつからお花趣味な。まあこれ when な。もう1年経つかな。でも1年もやってんの、三日坊主じゃないとこすごいな。うわ、適当で褒めんのな。どんなお花を家に飾ってんのとか、次どんな、うん、最近は夏だからひまわり飾ってました。わ、ひまわりいいな。俺もめっちゃひまわり好きやね。もう共感ここで。でも好きじゃないでしょ。別に好きじゃなくて、嘘になるじゃんね。そこででも逆に正直に、ひまわりか俺嫌いやねんなって言われたらさ、嫌じゃない。確かに。そんなこと絶対せん方がいい、正直な気持ちで。知らんくても、うん、ちょっと教えてみたいな感じで、前のめりにあなたに興味がありますっていう姿勢で話すっていうのはめっちゃ大事やで。次はお花のお話でいっぱい質問できた今でも。じゃあ、その後が問題なんですよ。 そうやね。そこまではなんとなくできる時ってあるじゃん。そうやね、流れで、うん、そこで会話が終わるじゃん一回、うん、そしたらシーンみたいな。今のだけでもお花の話ってかなり褒めとか共感とかリアクションをぶっこいまくってるから、相手からしたらすげえテンション上がってくるんだよ。この人めっちゃお花の話聞いてくれんねんけど、好きってまずなり。で、このお花の話で満足度が 100% になったなと思ったら次の話題に行く。お仕事の話とか聞いたりな。で、次仕事の話、満足度になったらまた別の話、次家族の話とか、ちょっとずつそういうとこから深いところに話持っていくというな。で、次恋愛の話持っていく。恋愛の話を初対面でできひん人はもう大体ね、あの恋できひんね。恋愛の話なんか初対面するもんじゃないって思う人もいるかもしれんけど、した方がいいね。でもさ、相手にそうやって興味持ってたら気になるとこだよね。そう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 。前段階でそれだけ話盛り上がって、この人めっちゃ話しやすいなってなったら、恋愛の話なんか全然できるから、もう。確かに。いきなり恋愛の話題やったら重たくなるかもしれんけど。あ、できない。もうここでこんだけ満足度上げてますから。だから俺もそうやってユミタンと特にディズニーの話とかでめちゃくちゃ多分してたと思うね。お仕事とか他の趣味とか、あと手料理の話とかいっぱいしたやろ、うん、ある程度だから俺そこでユミタンと信頼関係作ったから、初対面でも過去の恋愛話も根掘り葉掘りも聞いたし、で将来の結婚したらどんな家庭になりたいとか、そんなとこまでも聞けんのよ。でも気持ち悪くなかったと思う、ユミタンです。確かになんかすんなりそういう話をした記憶がある。え、でも初めて喋った時とか、健吾の話も聞いた気がする。自分の情報だけ抜かれた気がしなかった。そうね、よくいいこと言った、うん、自分2割話さなあかんやん。これ2割話す時にちゃんと自己開示する。マウント取ったりはせん方がいい、その時に。特に自分の弱みとか弱点を出してあげたら、ほんまに相手は心もっと開いてくる。恋愛の話やったら、もう俺ほんま大失恋しちゃって、もうここだけの話にしてほしいかな。人は鏡って言ってさ、相手がすっごいさらけ出してくれると自分も話しちゃうやん。だからそこでもう言った方がいい。もうこんなん言えるのはもうあなただけですって言っちゃった方がいい。いい、初対面で。やっぱそれって嘘やとしても嬉しいからな。確かに、うん、パカ。低スペックな男の子でも楽しい会話っていうのがな、うん、ちゃんとできたら目の前の人振り向かせられんねんな。それはすごい。だから俺は今こんななドヤ顔で喋ってんのよ。俺がだから大学3年生の時に勉強したのってほんまにこれだけ。あとはこれをとにかく繰り返して練習する。もうぜひね、恋活とか頑張ってる人はな、なんかこれをマジでパクってやりまくってほしいな。絶対モテるからやってください。じゃあギターはこれからそうやって健吾に接するからさ、もういいんだよ、よろしく。いい顔だね。ちょっとバカにしてるな。でもその他、うん、コミュニケーションとか恋愛で困ってることが質問あったら、ぜひな YouTube のコメント欄書いてくれると嬉しいね。みんなも恋活頑張って素敵な彼氏彼女作ってください。報告待ってます。じゃあねー。